ディフェンスがゴール前で体を張ってくれたり、まあ、2列目からしっかり守備に行けてるので、そこは続けていきたいと思ってます。欲が出てきたというか、ゼロが続いてきた中で、無失点のところに関しては欲が出てきたかなと思ってます。絶対勝たなきゃいけない状況ではあるので、まあ、しっかり全員で勝ち切って次のステージに進めるように、まずは勝つことが第一だと思ってます。本当に多分一つでも落とせない試合だと思うので、チーム全体で勝ちに向かって頑張っていきたいと思います。もう個で負けないところだったりとか、こう本当にゴール前やらせないとか、もうすごい細かいところをなんか徹底してやっていきたいなと思います。自分に求められていることっていうのをしっかり理解して、その求められていることを超えれるようなプレーをしていきたいなと思います。一緒に勝ちましょう。今日はあの何としてでも勝ち点3を取らないと、まあ、相手のテレザの状況次第だけど、自分たちで次のステージに上がるためには勝ち点3が絶対必要ね。その意識を持って、試合何が起こるか分かんない、で今チーム状況いい状態、自分たちは何が起こっても最後勝って勝ち切れる、その意識強い気持ちを持って戦ってください。最後この試合カップ戦取るために絶対負けられないし、何より本当にこのメンバーで絶対勝ちたい。だから仲間のために、自分のために、勝利のために全員が全力で戦って絶対勝ちましょう。はい、よし、どんな試合
と思うし。
様です。良かったです。勝って、はい、勝てました。やっと隠れてます。頑張ります。良かったです。もう全力で頑張りました。はい。次も大事ですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。良かったです。はい、次また勝てるように、はい、頑張ります。やりました。良かったです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、でかすぎます。もうみんなかっこよかったです。良かったです。次が大事になってくるんで、絶対全員で勝ちます。いや、本当にでかすぎます。みんなナイスでした。次大事ですね。はい、次に向けてみんなでしっかり準備します。勝ったよ。一緒に中継モード並んでもらって。キーさん。はい、今日はマーヤカムで行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまずは佐山選手にお話聞いてみたいと思います。佐山選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスプレーでした。ありがとうございます。あ、大丈夫ですか。はい、今日もいいキーパーを見せてくれました。好み選手です。ありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、イエーイ、リトルコンビどんなですか。今日はどうでした。最高です。はい、この2番のユニフォームも待ってます。キーさん待ってます。まだまだ続いていきます。マーヤカメラです。それでは立花選手どうですか。あ、コメントお願いします。ミュージシャン喋ってるから。今日も美しい顔ありがとうございます。これで絵が持ちます。ありがとうございます。イエーイ。ナイスアシストです。あ、大丈夫です。ナイスアシストでした。ありがとうございます。ナイスプレーです。得点取ってくれた人がもうそうですね、はい、お互いが素晴らしかったということで、はい、かわいいかわいいいの、ツーショットなんて。はい、じゃあみんなで一緒に並んでいきましょう。それでは今日もレジーナダンスいきます。自分らしいシュート打てました。スーパーでした。いや、でもいい守備からいい攻撃につながったんで、本当に全員の力で取れました。でかいですね、この勝負。いや、でかいです。本当絶対勝たなきゃいけなかったので、いやでも自分もやっと久しぶりに点決めれてよかったです。直前のあの、はい、あれはあれこそ決めないといけなかったですけど、あれもあったんで、もうパスの選択肢はなかったです。次も勝ちましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。やっと、もうここでセットプレーよく蹴ってたのに、全然いいボール蹴れてなかったんで、エリさんが決めてくれてよかったです。はい、ミユキさんが空いてるのは見えてて、いいボール行ったらいいなと思ったら、ちゃんといいボール行ったのでよかったです。勝ってよかったです、本当に。頑張ってよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。ナイス守備でした。楓さんにお話を聞きたいと思います。楓さん。はい。楓さん、どうでしたか今日は。今日は私の特徴である大変な強さを生かしたプレーを発揮することができました。うんうん、そうですね、素晴らしい守備でした。やはりね、楓さんの守備は素晴らしいです。髪もね、綺麗な色になっております。見て、上見て、楓さん。え？綺麗な髪色です。ナイスプレーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
どうだったんですかね。お酒飲みながらの試合観戦はどうだったでしょうか。ありがとうございます。見えてます、皆さん見えてます、一人一人見えてますよ。それが一番大きな勝利だと思います。まあ、前半ハーフタイムの時も言ったけど3点目取るチャンスがあって逃すとやっぱり後半厳しくなるし、前半のうちに失点してしまうとやっぱり向こうの勢いを取り戻させることになるし、まあ、そこはゲーム構成としてね、試合の進め方として、やっぱりゼロでいく、こちらは複数得点取るで、後半もゼロでいってなおかつ最後もう1点取って、仕留める形をもう1回追求しながら次、ベレーザと、まあ、明日の結果次第だと思うけどどういう状況になるか分かんないけど最後みんなでつないできた最終戦6戦で、勝負決めれる状況なんで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。本当にありがとうございました。今日で終わり。明日、明後日しっかり休んで、また4日目いい準備して、次の3連戦向かいましょう。お疲れ様でした。まあ正直メンバーに全然絡めてないっていう部分ではまあ、悔しい思いもあるんですけど、それ以上にやっぱチームが勝ってほしいという気持ちもあって、練習はもう本当誰が出てもおかしくないぐらい競争率高いと思うので、しっかり自分の全力のプレーしてメンバーに選ばれたらいいなと思いながら、もう高い気持ち持って常に練習はやってます。やっぱこのスタジアムでは本当皆さん言ってますけど、勝つことしかなんていうんですか、みんなに恩返しできないと思うので、しっかり恩返しできたんじゃないかなと思います。またチャンスあると思うので、はい、今後に向けてると思います。はい、アシストもしますし、得点も取りたいなって思います。何としてでも勝ちだけが欲しかったので、はい、勝ててよかったです。まあ、セットプレー、まあ、ソランからいいボールが入ってきたので、はい、うまく相手を剥がせて、いい形作れたかなと思います。いや、本当にプロになって初めて決めたゴールなので、それがここで決めれてすごく嬉しいです。次こそ本当に勝つことが全てだと思うので、何が何でも勝って、はい、次につなげたいです。前向きでシュートレンジフリーだったらもう打つしかないんで迷いなくって感じです。去年来てから自分らしいああいうシュートは打ててなかったので、やっと自分らしさが出せたかなと思います。本当にが残さないとっていう自分の中でのプレッシャーもありますし、まあ、それをうまく今日はゴールに変えれたんですけど、まあ、取り続けないと出れないと思ってるんで、結果は残し続けれるように頑張りたいです。勝たないと連覇はないんで、まあ、リーグも大事ですしカップも絶対大事ですし、目
とにかく本当に誰が出ても勝つっていうところだけを考えて本当にいい準備をしたいと思っています。